自分の嫌いなところは声可愛すぎるところアンチにすぐ反応するところVTuber になって辛かったことはありますかまあやっぱアンチかなっていう元企業の代表にブロックされてたことおー面白い最近ついた嘘。嫌いな VTuber と配信中だから好き売りした全然好きじゃないけど私も好き好きって仲いい好き売りをしたリアルリアルの闇怖い怖いありそう本当は嫌いだけどね本当は嫌いだけど好きって言われて私も好きみたいなねっていう売り方をしたリスナーについた嘘怖いよリスナーに彼氏いないって言ったあー彼氏いるのにいるのにあー鬼の彼氏がいるのにそれはここで言わんやろいたとしても言わんか言わんやろ言わんかここで暴露しないよ行かれてるやんここで暴露したら最近ついた嘘？あ、ストリーマーカップの賞金を貯金するって言ったけど、全部高級食事代に使いました。すいません。かわいい嘘やな。かわいい。シージのストリーマーカップやな。賞金を貯金しますって言ったけど、うまいも食ったわ。すいません。なるほどな。ちょっと俺らの心が汚れてたな。これ汚れてた。ケルさん汚れてんな。本当。いやよくあるからこういうの。よくあるから。コンプレックスは何？あここで声なんちゃう？声。はい声。声か角。本当は2本欲しかった。待ってそれ俺と一緒なんだけど。角が片方しかない。片角だから片角お友達の鬼にいじめられてたいやーっつって片角って片角お前一本角っつっていじめられてたいじめられてたそこまで設定練り込まれてたら俺もっと押すよ面白いなと思ってコンプレックスは声あなんでまあまあでも可愛い声の人結構いるよねやっぱり、うん、アニメ声の人とかさ、うん、彼氏の浮気現場を目撃したらあなたならどうする早い角でつくこれやろこれやろこれやこれや角でつくツイートするマジムカつくんだけどツイートしてから消しそうじゃんいや俺角でつくって言ってほしいないやー言ったらおもろいお前はすげえやつだ彼氏の浮気現場を見たらねなんだろうあでも過去にあったのは浮気現場の前に現れた言っていいのこれそういうのバラしてっていいんだカジュアルなんだそうカジュアルなんだね彼氏なんていなことないんですよとかじゃねえんだ過去の彼氏の話するんだなるほどね浮気現場にバンって出てたった怖すぎ怖すぎまあまあまあこっちは怖いわ浮気してってハハ詳しくお聞かせくださいこれ何何何俺ら何書けばいいのこれちょっと書いてみてください映像状況状況急に部屋に乗り込んだんじゃないですかねやっぱりああ今日別に行かんってもう仕事バイトあるわみたいな、うん、夜行かんわみたいなこと言うと言ってサプライズで、ああそうなんかそうですね、うん、まあ同じようなで、まあ、カレオニがやっぱ角でついてたところにやっぱ連れてきますんでカレオニがカレオニが角でついててところに突撃してってもう自分も角でついてるプレイやんまさったやんそれ角でつくの意味が違うやんそれカレオニがね、浮気鬼にね浮気鬼に角でついてたからあ、足つきあるいや、どこかとか、まあ俺は彼氏の家に、カレオニの部屋に乗り込んだの怪しかったんじゃないなんか、
ディズニーランドに行ったら彼氏と知らない女が手つないで歩いてたから目の前に現れてみた。うわー怖いなーこれ。怖いなー。うわー彼氏と行かなかったのかな。これあもっと聞きたいねこれね。そうだね。このエピソードもっと聞き、このエピソードだけで10分聞きたい。うわめっちゃ気になるわこれ。どうなのかな。たまたま友達と行ってディズニーランド行ったら彼氏と浮気相手がいたのかな。あれモノマネのカレオニじゃない？どうなんで？うちのカレオニ今日バイトって言ってたよ。あいつだ。そういうことなのかな。それとも事前に情報をつかめたか。連続好きしたよ。まあ、か事前にその怪しいと思って行ったんじゃない一人で。だとしたら相当怖いけどね。怖いね。本当に鬼やん。行動力が鬼やんか。あちょっとこれ詳しく聞きたいな。聞きたいな。面白い。無人島に一つだけ持っていくとしたら、なんだろう。でもスマホ持ってかないとエゴサできん。エゴサできんからな。まあでも定番の俺はサバイバルナイフ。鬼にサバイバルナイフいらないから。角あれば十分だから。いやミリタリー好きなんですよ。エアガンとか昔めっちゃ好きで集めてたっつって、うんまあ、おすすめのやつを教えてくれたんですよ。だからそのミリタリー好きが高じてサバイバル、無人島で言ったらもうサバイバルナイフで答えてくるかなって。あ深読み。僕は一番必要なものは何かって分かってるんですよ。ライターです。あー火はもう必要、あと他は全部なんとかなると思ってる。なるほどな。まあまあナイフもな、ここはもう燃えたらいいかなって。無人島に一つだけ持っていくならね、すぐ帰れるヘリコプター。天才かこいつ。天才かこいつ。天才だ。天才やん。天才鬼やん。うわすぐ帰れるヘリコプター。その発想はなかった。なかったわ。でも出てこない。あー天才鬼や。天才だ。何俺サバイバルナイトがライターだ。ライター。いらんねん。困ったら帰ればいいんだ。飽きたら帰ればいいんだ。うわ天才や。マジか。おもろいなその回答。だんだんね眠るのこと好きになってきたわ。擦れるまで来てこれ。擦れてボロボロになるまで。ボロボロ。仲のいい VTuber は誰ですか。わかんない。 あの子ちゃん。わかんないぞ。やべ、そこまで関わりないけど 1,2 回ゲームはしたことあるのに名前が出てる。やべえわ。ごめんね。ググっていい？答えで決まってるからググっていいよ。僕もわかります。 VTuber。 そこからちょっとあんまわかんないで僕もいいですか。はい。ヒスイ、トラ。出てこないな。これだと思うけどね。トラチトラチって呼んでたからトラチとしか出てこなくて今、うん、ヒスイトラが出てこなかった。いや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 ないかな。いやいや渋春ないべ。ないかな。ないべ。ないかな。ないべ。そんな彼女の見たことないよ。いや多分俺正解やで。これ仲の良い VTuber は女性だったら翡翠トラ、トラ男性だったら桔梗千春。ちょっと僕は分かんないです。男性の方分かんないです。男性の方僕分かんない。存じないです。存じ上げていいや。存じ上げないでくれて俺絡んだことあったら困るな。カットしておきましょう。カットしておきましょう。どうしよう、ツイッターフォローしてて。いやなんか一時期、うん、アムアスめっちゃハマってた時あったやんか、うん、アムアスの時にバーってなんか 1,2 回だけやった人とかがいっぱいいんねで、うん、バーってフォローしちゃったから誰が誰とか。まあそれしょうがないよね。これ知らない知らない。1回やったでも正直に言ってるから、うんうん、許してほしい。正直やね俺ごめんなさい、うん、嫌いな VTuber は誰。言うのこれ。言うの。でもこの鬼は言いそう。おー分かんないな。なんか関わってる VTuber はある程度分かるけど嫌いはさすがに分かんねえぞ。分かってたらだってネネマルって多分検索したら多分誰誰フナカ出てくる。検索してみよう。マジもう出てくんのかな。いや出てこないわ。出てこない。俺分かったわ。分かったの。うん、お分かりました。せーの。いない。あーいないっていうのもあるか、うん、同じネネマルってやつがいた。そいつが嫌い。 VTuber で同じやつがいた。同じネネマルってやつがいた。そいつ嫌い。まあ、まあ、もうこれなんじゃねえかな。なるほどな。俺はいないって答えんじゃない。さすがに嫌いな VTuber のいないよ。いないよって答える。めっちゃオール取る。嫌いな VTuber はピーお願いします。言ったぞ。ピー音だこれ。完全にピー音だ。うーわうーわうーわ言ったこいつ。
なんで嫌いダメかって言うんだ。もう一回聞かせて、もう一回聞かせて、もう一回聞かせて。ピンお願いしますって言うんだけど。はぁ、あ、なるほどな。なるほど。でも誰かわかんねえな。全部ピー、この辺も。この辺も全部ピーだ。あ、ピーか。うんよし、行きましょう。行きましょう。父の背中メンバーともし一緒に住むなら誰と住みたい？答えは得た。アップル。アップル。アップルしかないっす。うん。つきつけたから。ね、配信見るって言ってたもんね。声がいいんですだから。2割人と住めないんだよな。誰だろう。あー、C っていうなら、てるしゃんさん。好きだもん。なんでやねん。なんでやねん。こいつをファンになんか思われるの嫌だわ。あいつレネワンのファンが怖えわ。やめてくれや。ここでちょっと今持ち上げたんかな。思いつかなかったんじゃん。思いつかなかった。てるしゃん、きっとこうみたいな。てるしゃんの動画だし。人と住めないんだよな。言ってたからね。まあ、鬼だからな、まあ、確かにな。その理由はあー、なるほど。てるしゃんって答えた理由か。正直に言ってくるかな。特にないです。子供が好きだから、うん、わちゃわちゃしたいから。この子、うちの動画結構見てくれてるんですよ。はい、ドッキリで私もかけたい。あー、なるほど。池さんたちに混ざってドッキリかけたい。なるほど。これじゃないですか。ふぅ。まだ正解してないから。正解だよ、これ。好きなもの買ってくれそう。買わねえよ。買わねえよ。あれ買って、これ買って。何よっつって、何話よっつって。追い出すわ。角もぐわ。角もがれるぞ。ストレスか。ストレス解消。どうぞどうぞ。ストレス解消方法は何？なんだろうな。それこそアンチの発狂なんじゃない？いや、あれストレス逆に溜まるから。溜まってるか。何も別に解消されないから、あの子を言ってんだな。大パン？はい、肉食う。あー、さっきからね、何かと高級店行ってるもんな。そう、何かとうまいもん食ってるらしいんで。みんなのスパチャは肉になってるぞ。はい、大声で歌う。あ、鬼の歌を。鬼の歌。鬼のパンツはいいパンツ。すごいぞ。知らないわ、これ今の子。今の子、この子知らない。ストレス解消方法はね、めちゃくちゃ辛いものを食べる。うん、なんで？これに限る。なんで？え、なんでなんだろう。なんなんだろう。辛いもん好きだから。好きなんじゃない。めちゃくちゃ辛いもんだ。辛いっつって。おもろいね、このストレス解消方法。小学生の頃一番ハマったゲームは何ですか？小学生の頃。いや、わからんわからん。わからんな。200年前なんだったっけな。200年前何のゲーム流行ってたっけな。な、何歳？221歳だっけ。デーモン式で言うと21。デーモン式で言うとね、十何年前でもでしょ。な、なんだろう。ゲームキューブ。ゲームキューブ。いや、俺らが小学生でゲームキューブだから、もうプレス、プレス、プレス3じゃない？ 3？ うん、 3？ うん、そう、そうじゃない。だって俺ら小学生の頃ってゲームキューブ、プレイステーション2で。じゃあ3か。うん、プレ3か。プレ3もうなんたら4あったかもしれん。マジ？うん、だって今5でしょ。今5ですか。5、はい、はい。鬼、鬼、鬼系のゲームなんかあるか。鬼武者。鬼武者絶対やらんよ。そうそう、鬼退治してる。今の鬼武者知らんしたな。どうもり。こういうのじゃない。ああ、こんなんでしょ。そういうのか。どうしたどうしたさっきから。どうした。すごい蚊がね、テルさんを狙ってるんだよ、ね、一回倒してくんない。あ、いいね。農家の視線が怖いんだよね。俺の後ろに幽霊がいるんじゃないかって視線さっきから飛ばしてくるから、ビクビクしてんだよね。狙われてたらしい俺。ポケモン。ああ、まあ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 、ポケモンはもうね、まあ、どの世代でもハマるかもしれないんでね。はい、はい、もうどの世代でも、まあ、どんなポケモンも出てるから。ポケモンです。見ていきます。小学生の頃にハマったゲームは星のカービィかな、多分。なるほどね。俺ら小学校の時カービィ吸い込んでも変身しないもんな。するっしょ。え、そう。するよね。え、しなかったよ、気すんだけど。俺ら小学生の頃ってだってもう星のカービィ64部ですよ。あ、64だったら吸い込んで。うん、あ、64、うん、まあ、もう吸い込んで、めっちゃあの2個吸い込んで、なんかさ、めちゃくちゃあのゲーム重たいの。ガクガクなの。そう、そうだったっけ。だからあのなんかちょっといいファイヤーになったらガーってできるんだけど、ガクガクガクってなって処理落ちしまくりの。でもそれなんか覚えてんだ。最近一番ショックだった出来事は、はい、
金玉事件金玉で睾丸だった、間違えたミネワルテジが睾丸に見えるっていうあの事件がショックだった。これじゃない、はい、仲良さげの V が辞めた、あ卒業してしまった。なるほどな、はい、あるかもな、それもあるかもしれないです。もうこれっす最近一番ショックだったこと、え、これも P になるかもしれないけど マジかー、うわー、これも P だな、きっと。でも言っちゃダメだね、 P だわ、これこれは特定できてしまった父の背中メンバーで一番口が悪いと思うのは誰ですか。はい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 、まあ、サービス問題なんだけど、こっち世代ではだからねね丸は知ってるかっていうことよ。 F を知ってるかってことよ、口の悪い F をいや知ってんじゃないかな。あのフォックスラビットが口が悪いっていうのは、うん、CG 界隈と、うん、あと身内だけなんで、うん、他のその V とかにはもうなんか面倒見のいいお兄さんみたいな感じのイメージがついてるんで。なるほど、そうだから、うん、禁止の可能性もある。可能性あるね。いや、僕は F でいきます彼の口の悪さが別の界隈まで届いてることを願っ てる。僕はちょっと安牌で安牌、まあ、そっちはまだも確率高い今回は。口が悪い人、ミネマルは聞いたことないけど、なんかフォックス兄貴やばいらしいね。フォックス兄貴ね、とどろいとるやんマジか、うわ、とどろいてるけど、これ何十パーセントか俺らのせいなんだ後でスパチャしとこうスパチャ熱、何がスカッ何でもないよ、何でもない初恋は何歳。知らんし、はい、210歳。120歳。120歳。このぐらいの時にまあ、経験したんじゃないか。210歳じゃない、210歳かな、うん、200以下全部ずっと0歳するそこで設定上あるかもしれない。200以下全部0歳です多分デーモン方式に言うと記憶がないんだと思う200以下はここ最近の多分21年間しか多分記憶ないです初恋、小学校4年生ぐらいの時によく仲良くしてたお兄ちゃんのケンジさんそこまで聞いてないよケンジさんね、小学校4年生。小学校4年生10歳じゃない、ちょうど4年生って。いやでも鬼の小学校は多分100歳ぐらいから入ってる。違う210歳で小学生が最近なのって200年生きてないから設定だから小学校4年生って10歳だよね。で、5年生が11歳で、6年生が12歳, 12歳。ほら、一旦交換かんよこれ今、ちっちゃい交換かん知らんけどいや何120歳っていや、20歳やんそれ。いや、俺ちょっとねね丸の設定のめり込んじゃったののめり込むのめり込んじゃったの。なるほどね。まあ、てか言ってほしかったけどね、210歳ってじゃあじゃあね、ケンジさんね。一番好きな寿司ネタは何ですか。とびっこ。とびっこ。とびっこ。あ、違う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 飛びっこ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 。いや俺あの滑舌も入れて、ちゃんと飛びっこって言っとるわ。嘘、いやいやいや、ちょっと待って、ライケさん0ポイントや嘘だ。どちらかというとだってこれ何ですかってパッと出された、なんだろうな、ロードオブザリングに出てくるやつですかね飛びっこかなとは言わんもん。いや、まあ、なんだろうな、ロードオブザリングかな、ホビットみたいなあれですよねみたいな、うん、なんでことと間違えたみんなで行きましょう。はい、千世メンバーの中で一番腹黒そうなのは誰ですか。ね、野間健気。健気。腹黒そうなのはね、健気さん。怒られる。分かっとるわちゃんと。分かってる。分かっとる。怒られるっつって。一番好きな洋画は何ですか。タイタニック。ありえそうだね。ロードオブザリング。コミットから来とるやん洋画って海外のやつ、そこからアベンジャーズ。ああ、アベンジャーズか。普通に帰ってくればよかったロード・オブ・ザ・リングはアベンジャーズ見たとこあるからな。ない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 。一番好きな邦画は何ですか。邦画って日本のやつって言いそう、OK、はい、全裸監督
映画あれ。あれ、え、映画じゃないよね。あ、違うの。ネットフリのオリジナルドラマだよね。あ、マジ。うん、 AV のやつでしょ多分。いや、俺見たことないか分かんないけど。あ、そうだよ、確か。ネットフリで結構なんか見たことあるから、まあこういうのかなと思って。映画じゃないの、それ。映画じゃないのか。ドラマ、ドラマ。あ、なるほど。ネットフリの確かオリジナルドラマあったはずです。へえ。一番好きな邦画はバイオレットエヴァーガーデン。あー、マジか。最高。すっごーバイオレットエヴァーガーデンか。見てないな、映画。もう見たことない。アニメも見てないけど3話ぐらい黙ってる、ずっと。オフの日は基本何してる？寝てまる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 。お布団で寝てまる。海外ドラマ見てまる。あー、それかも。さっき言ってた。それかも、それかも。オフの日は漫画を読んでいるちょっと口開いてるの面白いです漫画を読んでいるそんな顔で見てんだろうな、漫画憧れのプロポーズのシチュエーションは？ディズニーランド以外やろな。そうだろうね。ディズニーランドも絶対嫌やろ。ディズニー絡みたくないと思う。分からんよ、近頃の女子の憧れとか。分からん。おっさんたちにはちょっとね。おっさんたちにはちょっと分からんよ。プロポーズ、憧れのプロポーズだもん、うん、のシチュエーション。プロポーズってあれだよ、結婚だよね。あ、そうだね。結婚してくれ。まあ結婚してくださいの。結婚してください。やばい、これ何も思いつかないんだよな。どこでとか、女性のどこでどんなふうにみたいな。レインボーブリッジでとかそういうこと。そうそうそう。肉の中から指輪これじゃないですかね。カキッこれ喜ぶじゃないですか。なんかもう部屋でゲーム中にサプライズ。あ、急にゲームしてたら、ゲームしてたらこうカチャ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 って。あ、しちゃった。あ、そっち家がいた。結婚しよっか急に急にうん、えっていうか、ね、なんかなもう日常で、うん、要は、うんうんうん、憧れのプロポーズのシチュエーションはね、なんか日常的生活の中でさらっと言われたいかな。待ってまーす。え、これ正解じゃない。日常の生活、ゲーム中で、配信中、配信中はちゃうわ配信中は邪魔くさいわ邪魔くさいわ部屋とかでゲーム中ってことじゃないですか、これ。うわ、マジ、うわ。だからこれ、家が行った、あ、しちゃった、うん、結婚しよっか、えってあ、フロストマットかかっちゃったフロストマットかかっちゃったバーンって、あ、フロストマットかかっちゃった、結婚しよっかこれじゃない、これこれじゃない、はいこれは多分もう OK 出してくれるよ。 OK 出してフロストコン、フロストコンこのアイディア、あの著作権僕なんで焼きたい人いたら僕に一報くださいフロストコンやりたい、フロストコンやりたいことお手伝いしますよ。お手伝い、僕たちお手伝いしますあなたの癖は何ですか。癖見受けられんな。いや、まあ、こっからは分からんよ好きな AV のジャンルは聞いたのかその理由は、ね、見ててグッドです、グッドです